こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。もうセルフチノ番人ですよ。これがもうセルフチノ番人。もうノーワン壊れてるんでね、こうしてあげるしかないの。ノーワンがね、壊れてなければ君もね、一回釣られて助かったんだろうけど、もうね、こうなったらもうセルフチノ番人ですわ。はい、こんにちは。セルフチノ番人。これがもう、セルフチノ番人ですよ。どうぞ、バイト。セルフでチノ番人。これがね、パークなしでもできる、チノ番人。なんだ、なんだ。みんなには逃げなさいと。いや、仲間思いだな。仲間思いだな。いや、これ面白い。これ動画にしよう。あ、こんにちは、こんにちは。セルフ血の番人ですよ、これがね。そろそろ死ぬね。つぶらな瞳して可愛いやつだな、お前は。しょうがないな。じゃあそろそろ逃がしてあげましょう。みんな死んだ。なんて仲間思いのやつらなんだ。なんて仲間思いな。ちょっと待って、笑いが止まらないんだけど、これは絶対動画にする。ちょっと本当に笑いが止まらん。すごいわ。画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はデッドバイデイライトナースの方をプレイしていきたいと思います。あらよっと、バダムですね。バダムはここの地下にさえ入られなければマシかな。あ、やべ、ミスった。回してないな、小屋の方かな。いた。絶対逃がしてたまるものか。いない。いた。あ、うまいな、このジーク。ジークだよね。あ、そう、バダムね、変わったんですよね、建物の構造が。鬼かい。あいよ。あ、そこいたか。え、違う。デイビッド、あなたじゃないの。あなたじゃないの。よいしょ。ジェイク君はどこ行ったんでしょうかね。まあいいや、つろ。地下はさすがに間に合わん。よいしょ。誰も映りゃしねえ。いた。うん、見えてんだよ、ジェイク。この辺だろ。知ってる。イタチ使っとくか。結構進んでるし。あんま優先度高くないけどね、これ。下？ああ、飛べない。なんでだ。いやー、バダムもね、すっかり様変わりしましたね。おいよ。小屋戻ったかな。やってるっぽいね。ん？こっち。なるほど。あいよ。いや、さっきね、
ナース昔自分で取ったね。お、引き返したか。鋼の意思は持ってないっぽいけど。ああなるほど、こうだな。あ、いた。いいね、破滅。破滅の位置確認。下ね。あ、もう逃がさんぞ。いつまでも追いかけていくよ私は。で、墓いいね。しかし小屋周り、チェイス、ここの周りでチェイスやってくれるのはありがたいけど、離れるよねさすがに。おーい、いいね。いたスタン長くね。あー惜しい。てか発電機全然使わなくね。びっくりしたでしょ。私もびっくりした。よいしょ。バダムもね、フェイントはかけやすいかなここら辺。ただし私がねちょっと変なところ飛んじゃうけど。どこ止めっか。あそこの2階やってそうだもんね結構。しかしまずはこっちから来た生存者を迎え撃ちたいな。あら、いない。どうして。じゃあ2階に行きますか。やってないだと、そんなバカな。イタチが飛び出した。いいね、レベル3、60秒間使えるんでね。さあパンパンとね。で、まあ1人いたけど気づいてないふりですねこれは。まあ、もちろん気づいてんだけど。はい、はい、これ簡単でしたね。さ、いやでも結構いいんじゃないか。私今日これナースがね初プレイ、今日初プレイなんですけども、しまった。地下から忍び寄っていく。幼稚園の奥、デビキンですね。よよ、デビット。奥だな、中だな、下か、上でしたわ。いるんですね。正面からもう一回撃とうぜ。あ、しまった。階段上がって外に剥げたかな。外には剥けてない。下か、まだ。いや、声は聞こえる。どこだ、どこに行きやがった。デイビッド、どこですか。どこだい。縦横無尽に走り回っていくよ。まあ、ただあそこの地下でね時間を無駄に潰すのはねあんま良くないんで、小屋戻ります。めちゃくちゃ進んでたからねあそこ。もういた。うわお、しまった。地下があること。え、
今なんかここに幻覚が見えなかった？気のせいだった。一瞬何か幻覚を見た気がした。さあ戻ります。ここ止めときたいからね。別にそんな理由はないんだけど、ただ進んでるから止めたいっていう。破滅いいね。見つかってない、まだ。なんで地下飛べないんだろう、あそこ。でもこっちやってないわ。戻ってるでしょ、さすがに。戻ってないわ。いやー、ここからですね、大変なのはね。ナースで一番大変なのが何かって言ったら、こう一人、取り逃がしてからのね、スピードですね。一人取り逃がしてからが長い。天才的かよ、破滅。天才的すぎるわ、これは。この破滅？破滅って言うんですか？破滅の位置。天才すぎ、あれは。神が住んでると言っても過言ではない。どういうこと？神が住んでるとは何ですか？地下だな。こう。いた。赤い足跡見つけた。足跡って赤いもんですけどね。いたな。久しぶりデイビッド。ちょっと気づいてないふり。気づいてないよ。さあ出てけ。引っかかった。ちょっと、優勝。ありがとう。ちょっと今ね、珍しい現象が起きましたね。神ってる破滅の位置。神破滅。イニシャル D がいる。イニシャル D こん中だな。いや、離れた。気づかれたか。お、いいね。確実ですよこれ。はい、あまりにも確実すぎて。よいしょ。さ、助けた人の元いたフックに釣られる気分はどうだい。あ、イニシャル D がそこにいる。いや、ドワイトもデイビッドもどうしても D だからな。あ、いた。どうしたどうした、誘ってんのか。その誘いにはね、乗ってあげよう。あー、ストライクだったね。こっちだよね、多分音的に。飛びすぎた。ちょっとどこ、どこだよ。詰まってんだよ。デイビッド待ってよ。渇望溜まったんでね、もうナースでも追いつけちゃう。はい、待ってくれ、あと2つか。ちょっとお遊びが過ぎた気がする。あんじゃま。
邪魔なんだよ。遠いわ、さすがに。さすがに遠かった。やっぱね、ナースはこのね、ちゃんとその話してくる人と、あの、両方使い分ける人、厄介ですね。やっぱり相手にしたくない。え、弱いぜ、そこへ。いいね、いいね。はい、イエーイ。あー、やばい、やっちゃった。はい、やべ、めちゃくちゃ遅くない？なんか遅くないじゃない、早くない？発電機ハッチ、ここあ、果たして止めに行くべきはあれですよね、多分ね。うん、うまく止めた。よいしょ。まあ発電機固まってはいないけども、ナースだったら十分飛べる位置ではあるんでね。しまった。どっちつってたっけ。あん、あ、なんかいた。あれ、私この人釣ってたっけ。一回でも釣ったことあるこの人。いや、あるね。うまい、うまいけどさ、あ、やっちゃった。やってしまった。ちょっとごめんなさい、あの声がねおかしいわ。みんな近くに、まだ暖かいこの足跡。さすがにもうストライクないやろ。よいしょ。で、お、降りたね。いやー、これフックありそう。フックじゃないわ、フックってなんだ、フックってストライクありそうだよね。60秒間時間潰すか。いやー、なんて。ちょっと私もね、今回規制上げながら、規制をね、上げながら結構やっちゃってるんでね。で、この男の人、確かデッドハード持ったよね。どうする？ちょ、イタチ使ってくるわ。ちょっとイタチ使ってくる。うん、ちょっとだけな、許して。イタチ使いたかったから。で、ハッチがまあそこに、あー、いたいた。いたんで、ハッチこっちだよね、確かね。久しぶりにナースの声あり動画でいい感じのゲームができたんじゃない。よいしょ。そこね、ハッチじゃないゲートの位置確認しました。はあ、どうですか？
行きたい。ダメ。私も久しぶりにナースの声やり取れたの。うまくね。さあ、というわけで、お久しぶりに、ナース。あいよっと。ちょっとね、最近音声後取りのやつでナース出したと思うんですけど。いやー、なかなかきついですね、バダム。でもね、私、バダムでナースの全滅率意外と悪くないんですよね。相性悪いと言われてますが、今回もね、ちょっと地下に吸い込まれていいってなる場面あったんですけど、でそう言うの忘れてたんですけど、見てくださいこのスキン。お、GG と送ってきてくれますね。このスキン新しく買ったんですね。新しいスキンではないんですけども、これナースの顔が見えてるっていうね。おお、ナースで全虹は初めてじゃないか。バベチリ戻ってる。いや、バベチリがね、適用されないっていうバグがね、一回起きてたんですけど、いや、今回適用されましたね。ここにはね、反映されてないんですけども、ちゃんと点数としてはね、ブラッドポイントとしては入ってきていると。今回、ちょっとパークの説明できなかったんですけども、まあ、古き良きナースの、風気を切っていうかね、まあ、ナースの鉄板構成ですね。破滅とイタチで遅延して、シャドウボトバイチリで索敵するといった感じで、やっていきました。生存者もみんな結構ポイントいいじゃん。よかったね。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。